漫画マンが語ります。今回紹介する漫画は意地悪ばあさん、長谷川町子先生の作品です。連載期間は1966年から1971年、サンデー毎日で連載されていたようです。意地悪ばあさんはサザエさんでおなじみの長谷川町子先生の作品です。家に単行本があって子供の頃読んでいて、最近再び読んでみました。頑固じいさんや意地悪ばあさんがいた古き良き昭和の香りを感じられます。意地悪ばあさんの人となり含め説明的でなくて、何気なく始まり何気なく終わるところもいいですね。ちなみに意地悪とは言っても、この漫画の主人公のばあさんは愛らしいんですけどね。全6巻と読みやすい長さなのもいいです。あと今でも覚えてるのはエリーゼのためにのエピソード。エリーゼのためにと言われた意地悪ばあさんが、私のためじゃないのかいと誤解をするという分かりやすい話で、特に好きってわけじゃないんですけどね。でもなんか覚えてるんだよなって話は案外そういうものなのかもしれません。時代を問わずそれなりに楽しめると思うので、老若男女におすすめです。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。